こたえなです。皆さん元気？今日はね、皆さんがすごく好きなトーク、またアニメトークをしたいと思います。今回はね、ベスト10、ゆりこの好きなもベスト10アニメでちょっと言いたいと思います。大体90年から2019年までのアニメだと、まあ、これが一番かな。みんな覚えてますか？デスノート。オープニングとエンディング、マクシムデホルモンがね、それで好きになって、超メタルは。オリジナリティ、ストーリーが持ってます。普通の JK が、このデスノートを見つけて、自分のジャスティスをやろうと思って、だけど、ワイキングはね、すごく面白かったと思う。エレさんまでね。スノーとかよくわからなかったけど、まあ間違いなく、このアニメがね、もう世界中的には有名らしくて、日本の作品として人気があった。同じく、犬屋敷、すごく似たようなものなんですけど、主人公はおじいさん。おじいさん。おじいさんだよ。おじいさん。そう、よくわかった。おじいちゃん。そのおじいちゃんは主人公なのに、自分の人生がちょっとかわいそう、おじいちゃん。もうすぐは死んじゃうかもしれないけど、そのおじいちゃんはね、殺される殺されるっていうか、まあ、急に宇宙人だって、バーってフラッシュして、ロボットになる。同じタイミングで、実は JK の人も同じことするらしいんですけど、どっちが悪い子だと思う？おじいちゃんじゃなくて、JK の方が悪い人役になっちゃうんだよ。みんな苦しくて、いろんな人間に関しては興味がない。おじいちゃん逆にすごく優しくて、もうおじいちゃん犬屋敷がすごくおすすめです。鉄の子とかランクが好きだったら、すごく合うと思います。で、もう一つ、スペースゲイト。スペースゲイトはね、秋葉原にロケーションされてる。結構大人気。特にオタクの方たちがすごく大人気です。一番最初見たときにすっげーつまらなかった。すっげーつまらないなって思って、僕の話から完全に変わりますよ。だからやめないで、ずっと見て続けて。ほんと全然違うから。ストーリーがタイムリップスの話してるんだ。この世界でいろんなタイムリップスがあって、自分の運命が変えられないということで、主人公がその自分の友達を助けるのためにいろんなタイムリップスをしに来ます。ポイントが何もないですね。完全にスポイラーになっちゃうから、それでお見てください。次がアンジェルビーツだよな。アンジェルビーツはね、あなた思ってるよりが全然違う。超泣いてたんですよ。超泣いてた。こんなに泣いてたのはもうあの花ぐらいの時だったんだよね。みんなどうやってそこに惚れた学校があるらしくて、実はね、その人たちがはもう死んでたんですよ。どうやっていなくなったと、どうやってパラダイス天国に行くのかわからないから、ちょっと特別なクラスに暮らしていく。でやっぱりそのアニメ見てから、自分のどのぐらいラッキーだったのか、そんなことが考えて始まったのはね、とにかくすごく素晴らしいアニメだと思ってますので、音楽も素晴らしくて、ぜひ見てください。で後半ではグルンダガン、中川翔子さんがオープニング歌ってたのアニメですよね。このアニメを見たから半分以下がちょっとショックだった。頑張って諦めないでみたいな、自分がいなくなってから他の人が自分の仕事をするみたいな、好きな人とか自分の目的が進んでる。私は見られちゃったんですね。普通の話はメーカーの話、ロボットとかそういう話なので、結構アクションとかおっぱいとかすごい面白いと思います。よくね、そんなに古くないアニメ、リクリエイターズ。リクリエイターズはね、久しぶりすごく大好きなアニメになってたんですよ。デザインはね、ひろえさん、ラクレ君の同じ漫画家さんです。だいぶデザインからだけでもすごく素晴らしいんですけど、このアニメは作品からキャラクターが出てくる。これだけを聞いたら見たことあるねって思っちゃうなんですけど、話が漫画家さんとか作家さんの気持ちがよくわかってくるのアニメですよね。やっぱり人気になる、人気にならないアニメ。
なんでこんなキャラクターが生まれた、ニコニコ動画の世界まででも話がすごく入ってくるんなので、オタクだったらすごく好きに入るんだと思います。これが6番目でした。7番目は7の7。そう、私の大好きな作品の7。なぜていうと、世界中の一番の有名な少女らしくて、まだ終わってない作品なのに、ものすごく大好きになりました。なんで私はこの少女漫画が大好きなのは、少女漫画じゃないから。本当のことがストーリーに入ってくるんですよ。例えば、みんないい子とか、みんな大好き、わー、プリンスから出てくるわけではなくて、本当のストーリーの話してる。私の方が新幹線でたまたま出会って、同じアパートにプラスコートになったんですけど、一人がすごくロックバンクのアーティストになりたいと、もう一人の普通の日本人の女の子だよねと思ってて、はい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 、見つけたいし結婚したいしみたいな話なんですけど、やっぱり愛の悩みとか上着とか大体自分がそんなにないものが出てくるから、すごくおすすめです。次は8番目。そんなに知ってる方がいないと思うけど、私はすっごく大好きだった。エルゴプロクシー。このエルゴプロクシーはね、結構昔のアニメですよ。2004年ぐらいかな。一番最初からやっぱりキャラクターデザインが面白かったから見て始めたんですけど、ストーリーが説明ができない。説明が全くできない。多分誰でも見て始まってる感じが、中さんが知ってるのかわかんない。最後までわからない。でも、自分的には、死ぬのこととか、運命のこととか、ちょっとアートっぽくて、最後まで見ないとわかんない。で、これから、9番、これから9番、デスパレード。デスパレードはね、オープニングはバラードを歌ってくれてる、あの、結構、のオープニングはすごく明るいなのに、アニメが全然明るくない。全然明るくない。デスパレードはもう名前から見てる通りです。まだ死ぬ子、死ぬの話してる。この動画見たら、なんでゆりこ最後はねサイコロジストです、これアニメ好きだよねって絶対思われる。デスパレードが知らないが、2つのエレベーターから2体の人間が出てきて、そのバーがゲームしませんかのプロポーズがされてから、そのゲームをしなくちゃいけない。なぜというと、実はお前死んでたから、死んでたから死に方が覚えてない。自分は正しいと思ってるんですけど、ゲームするときにやっぱり人間の嫉妬とか裏切り者とか、なんかいろんなことができますよね。で、ジャッジメントするのが人間じゃない人たちだから、正しい人が天国に行く、正しくない人に落ちてる。で、私は実はコスプレしたの、ノナちゃんがコスプレをして、あのコスプレミュージックビデオもしてたから、ぜひ見てください。最後、最後はね、選ぶのことがすごく大変だったんですけど、好きなアニメがたくさんあるなんですけど、天上天下というのをアニメです。天上天下は闘技のアニメ。それを見てから日本人かっこいいなと思った。なぜというと、女の子は超強い。超強いし、おっぱいがでかいし、こういうカーカーカーの体して、そういう時に私は、マヤ夏目さんの方になりたかったんですよ。マヤ夏目さんが、普通の女の子から、ちっちゃい子になっちゃうから、それは面白いポイントだと思うし、ちょっと昔すぎて覚えてないけど、とりあえず、おっぱいかっこいい。かっこいいからぜひ見てほしいです。実は15歳の時にマヤナツメさんのコスプレしてた。もうこんなもんで、今隠してるんですけど、こんなもんがもう15歳から持ってるから、15歳に入れなかったし、今の方が夏目マヤのコスプレしたらめっちゃいいんですけど、昔は結構暗かったから。というわけで、これは私の好きなトップ10のアニメだった。まだまだたくさん、めっちゃたくさんあるなんですけど、軽音とか声の形とか、マックスフロンティアとか、戦争のタイムとか、
ありすぎてもう完全に数えられない。皆さんはトップ10だったらどうですか？自分のトップ10はぜひコメントに書いてください。知らないアニメがやっぱりちょっと知ってもらえたら嬉しいんじゃん。たくさんアニメの文化をシェアしましょう。ではコメントしていいねのボタンを押してチャンネル登録を忘れないでくださいね。またね。待ってるわ。